綺麗に水洗いしといたレタス。皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はですね、シャッキシャキの食感とみずみずしさがね楽しめるレタス。やっぱレタスってね、丸ごと1個買っちゃうと余りがちじゃないですが、でもこのレシピ試してみてください。もう1玉ぐらいやったらね、ピロッと食べれちゃうぐらい美味しくて、大量消費におすすめなの。めちゃくちゃ便利、しかも美味しいレタスのこのナムル、ぜひ1回作ってみてください。それでは一緒に作りましょう。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。はい、こちらレタスね、今回半分使います。焼き海苔、まあだいたい 5g ぐらいですね。この辺は適当に用意してください。コンソメの素小さじ1杯、お塩一つまみほど、はい、すりおろしニンニク小さじ1杯、ごま油大さじ1杯ほど使います。いりごま、こちらも適当で OK。 材料は以上です。はい、まずはレタスちゃんね、もう適当にざく切りにしてください。切り分けた後、ちょっと大きめなボウルなどに水を張っていただいて、まあシャバシャバっとね、水洗いしてきれいにしてください。その後ね、さっと茹でていきます。はい、もうこんなもん、ちょっと大きめがいいですよ。この春のレタスってみずみずしくて美味しいんで。はい、たっぷりのお湯沸かしていただいて、きれいに水洗いしといたレタス、そうですね、1分ぐらいですね、もうさっとでいいので茹で上げてください。茹ですぎるとぐにゃぐにゃになりますし、1分ぐらいでいいです。その後ザルに上げて、しっかりね冷やして水気を切ってください。こちら、さっと入れて水気を切ったレタス。もうここまでできたら超簡単。はい、コンソメの素。これ鶏ガラスープの素でもいいですよ。そしてお塩、パラパラーっと振り入れてください。はい、ニンニク。そしてごま油、大さじ1杯ぐらい適当にいっといてください。そしてこちらね、焼き海苔。これも手でね、ダイナミックに適当にちぎりながら、パラパラっと入れてください。ちょっと大きめの方がいいですね。はい、もう手で OK。バリバリっとね、破るように。適当な大きさにしながらね、ちぎって入れちゃいましょう。はい、パラリンチョー。あ、もうすでにいい香りしてきてる。そしていりごまね、これもまあ適当、はい、バラバラっと入れちゃってください。あとはこれをね、しっかり混ぜ合わせる。この海苔とレタス、コンソメがね混ざるように。はい、ニンニクもしっかり混ぜ込んで、あー美味しそう。しっかりね、コンソメをなじませるように混ぜ合わせておいてください。はい、もうこれだけ。もうこのまますぐ食べても美味しいんですが、冷蔵庫でね、ちょっと冷やして30分ぐらい置いてから食べると、全体的に味が馴染んでまとまりますんで。はい、オッケー。じゃあちょっと冷やしときます。はい、完成。レタスと焼き海苔のね、ナムル、もうこれマジで後引く美味しさで止まらないんで、ぜひ一度作ってみてください。それでは、キュームッポをいただきます。うん、まっ、これはやばい。いや、ほんと止まらんわ。このレタスね、さっと入れることで甘みも増して、まだシャキシャキ感も残ってるんで食べ応えもある。そしてね、後から追いかけてやってくるこの海苔の風味とごま油の香り、いや、これがね、まだまだ食いたいっていうぐらいね、食欲を刺激してきます。うん、おいしい。いや、ご飯も食べれる味付けですし、これおつまみに最高ね。いや、焼き海苔とレタスって相性抜群やわ。今度これ一回作ってみてください。むちゃくちゃおいしい。うますぎ。